今日はこの作業何をやってるか説明してください。何してるんですかね。わかんないんだよね。なんか一生懸命、多分だけど茶色のツイッターのアカウントを作ってんだと思うんだけど。それっぽいですね。そうだよね。シーキーさん、ブラヒも隠してください。伸びちゃってんか、しょうがないよ。違う、伸びた。おお。茶色ってひらがなだっけ？感じ？だっておしゃれにしちゃった。チャイはおしゃれにならないです。チャイはおしゃれじゃないじゃん。感じにしよう。自己紹介どうしようか。チャイちゃんね、位置情報とか入れてたんだよ。本当にマジで。わかんない。本当に危ねえと思って。アイドルの子たちのさ、挨拶みたいな感じで、ホットシュシュの何々みたいな。うん、作りたい。そうそう。作りたい。アイドルじゃん。みたいな、みたいな。ホットシュシュの、茶色。ないのなんか、ね、みんなはそれぞれホットシュシュのなんだと思ってんの、うん、自分は結構天真爛漫って思われてそうだなっていう意味、うん、ああ、しきさんは私控えめホッそれは嘘静かにしてそれは嘘だからない物静か控えめおしとやか嘘つきやなんでホットシュシュ嘘つき全然笑ってないんだけどこれ、はい、この人控えめな人はプロレスラーになれませんよ。もじもじしないですけど控えめには見えないんで控えめ売りは無駄かもしれないですね。それは、うん、控えめは物静かですよ。あ、いけない。何、ずっと気になってたことあった。何、茶髪じゃない茶色。え、どういうことこれ赤毛じゃんだ。あちはるさんから見て、うん、茶色ちゃんはどういう子ですか。この中では一番センスある。おーい、ちょっとなんだ今聞き捨てならないこと聞いたと思うんだ。ちょっとどういうこと今。今のところ、今のところ、そう。なんかね、演技部な感じがするの。確かに、そう、演技部だから。演技部なの？うん。あ、そうなんだ。当たっちゃった。当たった。そんなことあるの？普通、目いっぱいみんなさ、書くところに、元演技部しか書いてないんで、すごい興味惹かれるんだよね。すげえ。はい。ごめん、これのさ、ピンクと水色の、あの、ヘッダーに使いたいから。ああ、あ、いいです、全然。出たよ、またピンクと水色。何、ピンク。何、なんかあるの？何？ねえ、私さ、大丈夫なんだよ。権力出してきた。権力出しますよ。パワハラだよ。じゃああれじゃん。もっとやれもっとやれ。もうちーちゃんあれだもんね。ホットシュシュのピンク BBA だよね。BBA ってのは何ですか。BBA ってのは。ババ。そうですよ。思ってない。思ってない。ババアって言われるの全然平気なの。本当に平気なの。私本当に平気なんですよ。じいちゃんでも冗談だからこれマジで。うん、思ってない。だって私より谷さんの方が。ああ、おい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 。で、こんな年上の人にババア言われても別に。おめえまだ言ってんの。待って、ほら、おい。田村さんと谷。ちょっと待って、すごいね。待って、クソ失礼なんだけど、この人。え、カメラの中の中の人がやばい。超失礼なんだけど。みんな可愛い。もうさ、イチゴの存在忘れてるよね、みんな。マジ端っこよ。ここ伸びるから漏れない。ここ漏れない。私もそう思った。ね、端はダメじゃ。もうちょっと上から撮ってよ。今は、誰がイチゴを一番美味しそうに食べられるか。選手権です。え、かわいい。出来上がり見せて。みんなかわいい。かわいい。私も本当。こうやってさ、小顔でさ、一番後ろ行く人いるじゃん、誰か。これも動いてるの。そうだよ。どうせバレるんだからね、加工したってね。しきさん、お綺麗ですよ。綺麗だよ。とっても綺麗です。知ってるよね。ね、やばい。じゃあ次、茶色ちゃん。カメラ貸してください。茶色ちゃん。撮れました。撮れたの？これでいい、これ。ほら。嘘だろ？え、かわいいじゃん。いいんだ。尖ってるイチゴ。一番尖ってて。
え、待って、これ逆に私漏れない。見て。あ、漏れないね。漏れないね。だから。え、かわいい。子供になる。子供に、こんなんか。あ、逆にちょっと。そうだね。加えるの、やっぱ、あざとい。アダルトチーム。アダルトチーム。あれがおかしいのこれ。優勝者は田村様のリツイートで決まります。よっちゃんは、あの、見たその写真が一番いい人を決めてね。本人と違う顔だとかそういうのなしだからね、よっちゃん。私がまあ勝つんで、皆さん、ひがまないでください。バカだね。私に決まってる。四季さん自信なさげ？言う必要あるよ。だって勝つのも私よ。ええー、まあ、チャルちゃんブレてるからね。ブレてる。じゃあ、みんなで今話しててくれる。オッケー。一斉なので、イェーイ。審査員の入場です。ああ。優勝って書いて送ってね、はい、送ります。はい、来た人教えてね。あ、これ何のことできるんですか。いちごと顔がなんかマッチしてました。おいちごと顔がマッチしてるってこと。じゃあホットシュシュのいちご姫でいきますね。いちご姫かわいい。これかわいい。二重加工してるんで、そりゃかなわんわ。じゃあまた自撮り選手権やりましょう。はい、はい、次こそ負けない。ウー、人見知りないですよ。あんまり人に興味ないし。興味ない、人に興味がないっていうのは、そのプロレスは人と戦うものだから、うん、人に興味は持った方がいいとは思うかな。どんな人かなーっていうのは見ますよ。ちゃんと私たちって自己顕示欲の塊じゃないですか。違う、いや別に違う、自己顕示欲の塊だから自撮りをせてるんですよ。でプロレスラーになるのであれば、それはもうなきゃダメじゃないですか。自分を見て。全然全然そんなつもり全然ない。いやいや、そう認めないよ。自己顕示欲なかったら自撮り撮らないから。プライドが高いんだ。プライドが高いんだ。まあそういうことですか。プライドは。あ、やだやだ。死んだ、死んだ。めんどくさい、めんどくさい。めんどくさい。みんな離れてって、ほら。最後二人。ケイロちゃんはもうちょっと自己顕示欲が強くなってほしい。そうだよ。とは思うよ。そうね。はい。頑張ろう。ケイロちゃんは人に言われたこととかを全部こう吸収しようってする姿勢があるじゃないですか。だから自分発信が苦手でも、言われたらなんか、あ、自分をそうやって生かそうみたいになるタイプですよね。はい。うん、それがすごい素敵だと思うので。何四季さんが一切ゆずきちゃんの顔を見ないんですけど大丈夫ですか。ごめんなさい、何かを傷つけちゃいましたか。やばい私いつかでも四季さんにキレられるんじゃないか。でも違いますよ、ちゃんと触れ合ってるんで。足は足はね、足は触れ合ってる。足ここがね邪魔だなってお互い思ってんです。もっとそっち行け、もっとそっち行け。私逆だと思う。ゆずきちゃんがいつか切れると思う。ああ私切れさせたら相当ですよ。あ、長州力さんじゃん。長州力さんだよ。ありますね。怖い。違う、怖いってはないですけど、あんま切れないタイプなんで。怖いね。なんか被害者面するのが、ね、ほらみんなどんどん最後顕示欲の強い2人しか残ってない。そう、私たちはずっとくっついてますから。私もこっち側だな。あれ、え、私片方で曲がれ曲がれ。式派に入るの嫌だな。式派に入る。でも本当は嬉しいでしょ。こうやってみんなが式さんにわーって集まるの嬉しくない。式さん主役だよ今。熱い、うざい。熱い、うざい。あ、かわいい。ツンデレじゃん。素直じゃないんだ。素直なった方が人生得よ。絶対嬉しいから。青春でしょこれ。終わりどこってみんな心のどこ思ってるよね。どうするみたいな。デオちゃんまとめて。次はみんなの言うことを聞いて素直になれ。はい、これは正式決定だ。今田村さんが決めた決定。主役は私ですから。主役は私です。主権強くレッドを出たのか。本格集練習生大募集。プロレスラーになりたいあなた、年齢性別不問、オールジェンダー、国籍不問、運動経験、職歴も不問、やる気と根性さえあれば誰でも大活躍。